ヘドンは歩んできた。バスフィッシングの歴史とその最先端を行くアングラーと共に、いくつもの感動や美しい風景や仲間たちと出会ってきた。ある者はバスフィッシングに人生を重ね、歴史を刻んできた。次はあなたが歴史を作る番だ。あなたのヘドンストーリーはこれから始まる。バスフィッシングを愛し、人生を楽しむ男たちと共に。チャガースプーク。1938年に発売されたアピール度抜群のポッパー。カップはジャークした時にできる泡と独特のポップ音を生み出し、バスの捕食本能を刺激する。ここはサドルクリークというね、もともとは輪鉱石を掘ってた掘り跡なんですね。まあ砂利穴みたいな。透明度は高くはないが、びっしりと生えたウィードは豊富なベイトを生み出し、バスのみならず鳥や両生類、そして日本のフィールドでは目にすることのないワニに至るまで数多くの動植物が生息している。おー、出た。おっしゃー。お前さん、やる気満々だった。やる気満々な魚ですね。ウィードの横から突き上げましたね、可愛く。ヘドンがチャガスプークを作った時にこだわったことっていうのは、ルアーが出す音なんですね。バスの頭をルアーの方に向けさせる要因としてのその捕食音を使おうということで、それを最初にうまく組み込んだのがこのラッキーサーティン以降のルアーだった。その流れを引き継いだのがこのチャガスプークなんですね。音の要素をずっと研究し続けてたヘドンは、特にチャガ音と言われる捕食をする音、もう7、80センチをゆっくり引き始めることで、スピードはスローから徐々に上げるようにすると、きれいに空気をつかんでボコって音が出るんですね。それを逆にしちゃうと、最初のロッドワークのスピードが速すぎると弾いちゃいますんで、ゆっくり引き切るつもりでスピードを上げる、これが大事なことなんです。で、2つ目に覚えておくこと、小魚の出す音。これはね、少しピッチの高い甲高い音なんですが、ピチャピチャピチャという音です。ロッドワークは速くてもいいから、ストロークの幅を短くしてあげる。そうするとこういうふうに水を弾くんですね。で、この時にほんのわずか弱くしてやると水を前に弾くだけ、ほんのわずか強くしてやると水をつかみながら、もうちょっと弾きながらの逃げ惑う魚の演出をしてくれるんです。この強弱は個人差にもよりますし、その条件によるんですね。で、どっちが釣れるじゃないんです。チャガー音が釣れる時もあれば、ポップ音が釣れる時もある。大事なことはこの2つを組み合わせることによって、効率よくバスの頭をルアーの方に向けることなんです。一つ大事なことは、チャガースプークで首振りのアクションを入れようとする場合には、ノットが非常に重要な要素を持ってきて、ここをセンチノットつって締め付けるノットで締めちゃうと、首振りが非常に制限されて悪くなりますので、ループノットもしくは小さなスナップを使うと便利なんですね。では、動かす時の基本、これは引っ張ることよりもラインをたるめるタイミングを覚えることなんです。振り幅をなるべく狭くして、スラックを出すタイミングを早め早めにすると、こういうふうに首を振るんですね。
やったー、おっしゃおっしゃ、出た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 、嬉しいの、おーおーいい、おー、この寒い中で低い水温の中で出たから嬉しかったけど、あー腹筋が甘かったな。ヘドンって僕は本当に面白いルアーを作り続けてくれたと思うんです。ルアーをルアーとして作り続けてくれている会社、そこに動きだとか音だとかいろんな要素を試行錯誤をしながらこう組み込んでったんですね。でそれをね、使いこなしたいという気持ちが僕の中にはすごくあって、それが多分僕がヘドンに引き付けられてた一つの大きな理由だったと思うんです。